こんにちは、プロドリフチャンネルです。切り花でもよく見かけますが、これデバレという洋蘭です。本当の名前はデンドロビウムファレノプシスタイプというのが正式な名前ですが、通称デンファレと呼ばれている洋蘭です。デンドロビウムとファレノプシス、胡蝶蘭の雑種ではないので、くれぐれもお間違いのないようにしてください。お日様大好きな植物ですから、よく日の当たるところで管理をしてください。ただし夏場の直射日光は葉っぱが焼けてしまうので、夏場は半日陰の場所で管理をするということです。水は株元が土が、この場合には水苔で植えてありますから、水苔がやや湿った状態になったら、しっかりと鉢底から出るまで水やりをしてください。肥料は春から秋にかけて緩効性の置くような肥料を1、2ヶ月に1回置いてやるということをすると、どんどんと新芽が伸びてきて、その先端に花を咲かせるということです。不定期咲きの洋蘭ですから、上手に育てると年に2回ぐらいは花を咲かせることができます。ただしこちらはデンドロビウムの中でも冬の寒さに弱いグループですから、室内のなるべく暖かな場所で管理をしてください。花持ちも比較的いいので、1、2ヶ月ぐらいは花を楽しむことができます。